クリップボックスでの動画の落とし方を説明します。クリップボックスを立ち上げてクリップを押します。その後ブラウザという項目を選び、検索画面に YouTube を入れます。 YouTube の画面に飛び、そこで落としたい動画を検索します。一例としてピアノの動画を落とそうと思います。この上から2番目の癒しピアノ BGM を落とそうと思います。クリックを押して、このですね画面に飛びましたら、一番下の青いバーのですねプラスの項目を押し、Are you OK を押します。その後リアリーを押し、このままですねマイコレクション、保存先がありますのでマイコレクションに選択されている状態で OK を押します。そうするとこのクリップ中のところにダウンロードのバーが表示されます。これが全部右に行ったら保存されます。保存されたらここの一番上のマイコレクションの中にあります。以上です。